けでもイエーイメジャーホリデーアンパンマン新しい顔だよってことで、全然似てないな。ありがとうございます。3月7日でございますね。88回と、なっております。3月はあるある月間になってますから、あるあるをいろいろねやっていこうかななんてちょっと勝手に思ってるんですけどもね、そんなこと言ってね言わないかもしれないね、ということでね、3月の魚の日ですね、3と7のね語呂合わせっていうんですかね、そして、家計の見直しで、ね、家計の見直しの日ということで3月7ということですね、でまあ見直しっつっても大体無駄遣いをなくすみたいなね、そういうの結構多いっすよね、まあね、保険を見直したりとかするのかな、ね、いやあとは関係ないんですけど明日ですね、明日がですね、国際女性デーっていうのがね明日あるみたいですよ。もうね俺なんかはねもう本当にね頭が上がりませんから、それはもう祝日にしてもいいんじゃないかなっていうね、もう本当俺が若い時はもう本当にねずっと、いろんな人に助けてもらう、女性転がり込むようにして住んでしまうみたいなね、一緒に住んじゃう勝手にみたいなね、家に帰らないみたいなね、でご飯を作ってもらうみたいなね、洗濯してもらってみたいなね特にライブとかね都内が多いんで、俺は埼玉県なんでねどうしてもね田舎なんで家に帰りたくないっていうことで、ね、家に泊めてもらうもうほぼ居候みたいな感じでね、あんまり家に帰らないみたいな生活がちょっとあったりもしてね、なかなかね、でもねその時はねあれでしたよ、俺がいない時とか俺いる時はちょっと気がつかなかったんですけど、隣の人のね夜ね、あんまりこういうこと言うのもなんですけど夜ねそういうなんか声が聞こえると、あんあんする声が聞こえると、で悔しいっつうことでね、大きい声でその付き合ってる子も大きい声で言うみたいなね、そういうとこ争うのね、女性ってすごいなと思いましたね、普通逆じゃねみたいな思いますけど、まあかといって俺が大きい声出すのも変な感じだしね、おーみたいなね、何の話でしょうかということでね、今日はですね3月7日ですから3月も張り切っていきましょう。コマーシャルをよろしくお願いします。どうぞ。ホットアイズランチ編、大分の元祖唐揚げ、豊後牛のジューシーハンバーグ、特製タルタルソースのチキン南蛮、大分県産の食材をふんだんに使ったボリューム満点の平日ランチ。営業時間は平日11時から15時まで。池袋駅西口から徒歩5分、ホットアイズランチ、皆様のご来店お待ちしております。はい、というわけで3月7日でございますね。もうあれですかね、卒業式とかもあるんですかね、もうそろそろね3月7日ずっとね、あれなんかそんななんかレミオロメンさんが歌ってるのありませんでした、なんかね、あれいないって、ちょっとごめんなさい、わかんないわ、日にちとかわかんないけどね。あ、それよりもね今日ね、ほんと今日なんですよ。で、連絡をねちょっとサイトでちょっと取って、でじゃあちょっとお話をねコラボ的な感じでお話、通話コラボ的なことでお話ししましょうかってことで、気まぐれアートさんっていうね、YouTube やってらっしゃったりとか、配信はもう今やってないって言ってたかな、YouTube やられたりとか、あとはなんかタレント活動的なこともねやってらっしゃるという方が、ね、いたんです。でその方とねお話ししてて、でやっぱりほらなんていうんだろうな、男性かと思ったんです。気まぐれアートさんサイト的にもなんかゲームとかをやってらっしゃったんで、検索していただければね出てくると思うんですけども、人気のねフォートナイトとかああいうゲーム実況的なねをやってらっしゃるんで、もうてっきり男性なんかなと思ったら、いや女性で、なんかもう聞いたらね、俺とか言ったらまたよかったらコラボとかねしましょうよってね、コラボ何このね今この密集ね密接みたいのもねよくないからね、タイミングあったらでコラボしましょうって、ね、俺 NG ないですからつってね話をしてたんですけど、それがね気まぐれアートさんの方がね全然 NG がないっていうか、もうすごいね、すごいことになってる、
虫とか普通に食べれちゃうからね、あの話に聞くと、あと真冬の湘南の海飛び込んじゃったりするっていうね、なかなかね、すげえなと、だからで、まあ、いろいろね、そういう活動をやってらっしゃる方なんで、まあ、よかったらこの番組にもっていうことでね、まあ、スケジュールが合えばね、出て行っていただいて、気まぐれアートさんの、冬伝的なね、伝説ベスト10みたいなね、そんなをね、お話できたらね、楽しいんじゃないかなって言って、もうね、なんでしょう、お笑いの芸人っていうのは、あれなんですよ。だから、そういう虫とかも、無理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 、みたいなね、本当に食べるわけじゃないじゃないですか。ちょっと食べたりしますけど、うわーみたいなね、リアクション芸じゃないですか、基本。それをね、普通に食べちゃうとね、やべえ人になっちゃうから、みたいなね。で、なかなかね、今、テレビじゃできないっすよね、そういうのもね、なかなかね、だから、ほら、そういうのも、なんかほら、食用の虫を使っています、みたいなね。どこでっていう話ですけど、まあまあまあ、そんなんでね。だそういうのをね、平気で食べれちゃうっていうのはすごいですよね。俺とかはそういうリアクション。うわーみたいな、苦いみたいな、ね、苦いのかどうかもよくわかんないですけど、俺は食べたことないんで。まあ俺は好き嫌いが多いんで、あんまりそういうのは本当はね、NG ないとか言ってるんですけど、あんまりですよね。まあ、だそういうのってリアクションでどんどんやっていくから。ねえ、だからマジでできちゃう人っていうのはね、これはね、本当にね、貴重な、実在ですから、ぜひね、この番組に出て、ゲストに出ていただいてね、なかなかタイミングですね、あとはね、お話をね、伝説ランキングみたいなね、武勇伝的な感じかな、ちょっとわかんないですけど、そういうね、でもね、事務所にいらっしゃるからな、ちょっとわかんないですけどね、まあまたそれはこれよりタイミング見てるんですかね、そう、今日はだから、あれですね、卒業式ですから、卒業式あるあるフルタチ一郎ですってことで、やっていきましょうか。フルタチ一郎は関係ないですけどね。フルタチ一郎さんね。はい。卒業式あるあるね。はい。こんなあるかな。保護者席が化粧臭いってね。まあこれはまあね、なんていうかな、卒業式じゃなくてもって感じですよね。あとなんでしょうかね。これもありますかね。女性の先生の本気の衣装がすごいっていうことでね、いい年こいて、あれかな、ハイカラさんが通るみたいな格好みたいな、何政治式ですかみたいなね、すごいなんか、あ、女性の本気っていうのはこういうのなんだ。